で、監督が言うんです。複雑だぞって。聞くとターミネーターの続編を作ることになったんだ。でももうすでに予定が遅れてる。で、君いつ書かれるってね。ビル・ウィッシャーとは長い付き合いになるな。もうそうだな、かれこれ20年になるだろうか。何本もの脚本を一緒に書いてきました。この作品に関してはビルに協力してもらうのが一番でした。何しろ彼はターミネーターの脚本にもわずかとはいえ関わってくれていたから、この SF 的な神話の世界にも詳しくて、新たに説明する必要もなければ前作と違った展開にしてしまう恐れもなく続編に書かれますからね。だから彼に頼むのは自然な選択だったんです。同じようにテーマを理解していれば、お互い素晴らしい刺激を与えることができる。こいつにこういうことをさせたらどうだ、いやそれよりこっちがいい、なんでポンポン言い合う。そうやってどんどんアイデアを練っていける。2人して知恵を絞るわけだ。だからこそ素晴らしい脚本が出来上がったんだと思う、あんな短期間でね。脚本を書くのは登場人物たちの全人生を作り上げていくこと、ああそう言えます。彼らの過去の全てを作る。2時間ほどの映画の中で彼らの取る行動は全て過去の出来事に端を発しているわけですから、その人物についてできるだけ端的に、そしてできるだけ完全に紹介してみせるんです。そういったキャラクターたちの性格設定のどの部分をどれだけ見せればいいのか、映画の中で強烈な印象を与えるために繰り返して見せるとして、じゃあ何回繰り返すのか、その判断は非常に難しい。 2,3 回繰り返して見せれば観客も登場人物に共感できて高い効果を上げることができる。だけど何度も繰り返すことが必要ないこともよくあるんです。そもそも観客は一般的に思われているよりずっと理解が早いし、それに俳優たちに優れた演技力があれば一瞬の動作だけで全てを表現できますからね。ただそういうことは脚本を書いている時にはなかなかわからない。だから私は最終的に必要となるものよりずっと余分に書き込んでおくようにしてるんです。撮影に入ればそりゃもう莫大な金が動く。でも脚本は書くのに金はかからない。映画制作の中では一番安上がりな作業だよね。どんなに高い報酬をもらう脚本家でも、何しろ脚本を書くのには人手がかからない。組合員のスタッフがセットを建設するのとはわけが違うんだ。映画を制作するってことはリスクの高い事業を手掛けるってこと。予算は何百万という大金だけど、その全てを築き上げていくのは俳優や監督、スタッフ、そして脚本なんだ。私はまずディテールにこだわって仕事を進めていきます。ストーリーが現実からかけ離れたものであればあるほど背景はリアルでなければならないと考えているからです。核爆発との衝撃化もリアルに描こうと心に決めていました。今までそんな映画はありませんでした。大体政府の実験フィルムをそのまま使っているだけ。しかしターミネーター2ではもっとリアルに描きました。20メガトンにも及ぶ核爆発の衝撃波がロサンゼルスの中心地を吹き飛ばす様子を忠実にシミュレートして見せたのです。そのために調査を重ねたわけなんです。またリンダ・ハミルトン演じるサラは精神病院にいるという設定です。そこで私はアタス・カデロ精神病院を見学し参考にしました。この病院で実行されている警備体制やサリーポーツと呼ばれている立ち入り禁止区域、透明なガラスのドアやそれらのドアの開閉を操作するコントロールセンターなどね、これらは全て観客は実際には見られない場所なんですが、潜在意識のレベルで現実味を感じ物語への感情移入を高める効果を上げるはずで信憑性が得られます。一作目は予算が少なかったので、私は軍事技術関係の雑誌をいっぱい買い込んで武器がどういう格好をしているのか研究し、それをもとに自分でデザインしていきました。だから続編では未来のマシンやターミネーターの骨格、そういったものはすでに出来上がっていたんです。一作目では監督自ら何枚もデザインスケッチを書いたものです。続編には巨額の予算が組まれましたから、新しいデザインの装置やマシン、武器などを作ることになりましたが、それらは前作の言ってみれば延長線上にあるものばかりでした。
T 線については一から考え出さねばなりませんでした。一緒に仕事したことのあるアーティストたちの意見を聞いてみて、その中から様々な形状を取る液体金属という設定が生まれてきたのです。ごく早い時期にコンセプトの変更がありました。はじめ T 線は怪物か何かのような感じ、これらのスケッチのようにゴツゴツしていて魔物のような形に想定されていました。でも監督は形の定まらない、基本的には単純な人間の形をしたものという設定を決めたのです。この炎の中から出てくる時のイメージ、普通の人間の姿です。